ケースロバン・ブラチスラバは、スロバキアの首都ブラチスラバを本拠地とするサッカークラブである。2019から20シーズンはホルトゥナリーガに所属。チェコスロバキア時代は、スロバキアのクラブとして、最多の8回のリーグ優勝を飾った。1960年代には、UEFA カップ・ウィーナーズカップで1962から63。 シーズンと1963から64シーズンに、準々決勝進出。1968から69シーズンに、決勝で、FC、バルセロナを3-2で破り、優勝した。1985から86シーズンから3シーズンの間クラブは2部に降格していたが、その後1部に昇格し、1991から1992シーズンには再び、 チェコスロバキアリーグに優勝した。1993から94シーズンより始まった、スロバキアリーグでは初年度から3シーズン連続で優勝した。2003から04シーズンに再開となって降格した。2部で2シーズンを過ごした後、2006から07シーズンに一部に復帰した。2015から16シーズンか3年連続2位だったが、2018から19。 シーズン5年ぶりとなるリーグ優勝を果たした。テヘルネポーレ2019年8月3日、現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW。ありがとうございます。